ましたね。さあ、フェアリー攻めていく、一気にいった。カウントしたこの流れですよね。はい、増田君はやっぱりこういうランニングプレー得意ですからね。辻さんどうでしょうか、はい、大堀のようやくリズムが出てきたでしょうか。そうですね、もう今みたいな強気なプレーでどんどん、カウントワンスロー、確実に増田が決めています。スリーポイントシューターは2人入っています。ワンパスは通った、通った。あの辺はうまいですね、増田選手ね。シュート力の高い増田です。これで3スクリーンから入って、ノーマークを作る。その後ね、もう一回八村君でもいいかもしれませんね、ここね。八村いいでしょう、はい、いいですね、はい、決めた。しかも野口にファウル。このパワー、宮城明星ピンチです。八村から、うまいですね。これで三上にパスを渡しての、三上のゴール下へ持っていきました。三上のドライブが決まりました。軽いタッチでゴール下へ。やっと三上で点が取れました。まああとはアウサイドのシュートでしょう。カウントワンスロー、38対32です。打ってくるべきでしょうね、今ね。三上発展取りました。これはいいディフェンスです、はい、三上が取りました。そしてまた三上が同じ角度から打った。辻さん、はい、同じ角度、そうですね、はい、ここで津山、もう一度ペネトレイト、ブロックした。強烈なブロックは八村、あそこで合わせがあるとね、ゴール下一気に持っていく。これ野口頑張った、ね、野口選手、野口よく頑張っている、非常に流れをね、かなり予想でした、はい、持ってますね。23対20と逆転。今度はダンクシュートを見せました八村。大堀が4点リードしています。これは先ほどの豪快な八村のダンク。辻さん、さあ誰で行くのか。大海探した、シューター三上、これディフェンスがよくついている。苦しい対戦で、うわ、決めた。この体勢で決めました。両チーム ここは巻き、うわ、ブロック。高校3年生もこういう、の時もこういう試合だったんで、ちょっと、あ、そうですか、ドキドキしてきました、そうですね、あれは連覇がかかった時ですね、3年生という。強烈なブロックを見せました八村。さあ早い攻めだ、43秒、残り40秒切ります。ノーマークだ。ここでノーマークからのシュートは落ちた。八村、八村、すごい、ブロックと、はい、最後はタップシュートを決めました。僕が見てたのは、はい、残り1分40何秒の時にやっぱり先にタイムアウトを片目のヘッドコーチやりましたね、その時やっぱり同点なんです。よく鳥羽選手、入れたんですよね、はい、そこら辺イーブンとして捉えた時に、直下、さあ残りは4秒、ボールが入った、入れますね、これね、おこれで決まりました。宮城県の明星高校、2年連続3回目の優勝、しかも逆転勝ち、見事なベンチの采配を見せました佐藤久雄コーチ。昨年に続いてのこの大会の連覇、そしてインターハイのリベンジを果たしました。健闘をたたえます両チーム。